これするとね、自分の手の上にちょっと落ちがちなんで、結構危ないんだわ。慣れないと危ないのかもしれない。だけど、足も入れてもいい。足入れて、助けしてもいい。でもね、こういう人でも起こせるんです。今何したか。あ、ちょっと待って。こうじゃない。このすごく、まあ、もし足腰に自信があればこうでいい。でも自分の背中の滑り台を最大の傾斜にする。足伸ばすとケツが高くなるでしょ。頭下げれば、背中反らして頭下げればこう傾斜最大になるよね。だから本当はこうなんだよね。自分のこうすれば自分の手も安全だし、ちょっと自信ない人は手で支える。でも刺すとここに落ちてくるんでね、どうしても相手がちょっとそこが危ないんだけどね。もうこうすれば落ちるっていうの分かるでしょ、だから本当はね、締める人って相手うつ伏せのまま締めちゃダメなんですよ。柔術って柔道だったらこういう人だったらその腰決めて締めりゃいいんだけど、みんな丸くなってるはずなんで、足入れたからって死ぬ。これで絶対落ちるんだ、正直。足が入っちゃって、でもそう、うつ伏せのまま締めに来た。こうするとアホじゃねえ。もうこれだけ、これで落ちるよ。こっから、じゃあごめん、支えて。今落ちないのは、鷲見さんの左足が引っかかってるからだよね。この左足外せばいいのね。どうやって外すんだろう。ダメだね。だから右足をまずセンターのとこ持ってきて、あとは左足内股みたいに回せば足が外れるの分かる。だからこう左足上がらんで十分。だから右足をセンターに持ってくれば、左足を上げるだけでこっちに回せば絶対外れるよね。内股みたいに上げる。したらもう